あ、答えは簡単ですよ。家の中に四種の神器が満ち溢れてるから不仲なわけなんですよ。そうすると家の中でも絶対的に喧嘩が始まる場所っていうのがあるんですよ。例えばちょっと恥も外聞もなくですね、よく喧嘩、もうまさしく今日の朝喧嘩してきましたとかいう人いないんですか。なんか嘘つき多いね。で最近喧嘩した人いないんですか。喧嘩しないで、あ、しましたか。どんなことで喧嘩したんですか。子供の教育のことでよくありますよね。それはどこの部屋で始まりましたか。廊下ですか。これから喧嘩が始まったときは、それはかなりなバトルですか。いや、バトルまではいかない。あ、バトルまではいかないですか。こう激しい言い合いじゃないんですか。激しくはなかったんですか。やっぱり感情が高まります。あ、感情が高まった。それはやっぱり奥様もかなりカッカ来てる。じゃないけどやっぱり音量は上がります。あ、音量は上がる。確実にそれは音量ですよ。だから本当にいるんですよ、音量が。だから廊下で始まったってことは、今まで思い返してみてください。どっかここの場所が喧嘩が多いって場所ないですか。大抵廊下ですよね。ってことはいるんですよ、廊下に。その廊下綺麗ですか汚いですか。綺麗にしてますか。足りないんです。ただそこに動物飼ってるんです。あー、猫か犬か。モモンガ。その檻はどうしても汚いです。あー、それが原因ですね。モモンガはもう離したらどうですか。はい、そう、喧嘩の原因はモモンガですね。間違いないですね。はい、多分。じゃあ今度喧嘩してる時にモモンガチラ見してもらっていいですか。かなり笑ってますよ。おそらくほぼほぼ笑ってると思います、モモンガが。手叩いてる可能性もありますよ。はい、羽広げてますね。だから喧嘩、これから喧嘩が始まった時に必ず注意してほしいのはどこで始まるかなんですよ。必ずその部屋には何かいるってことですよ、絶対に。だから訳もなくイライラするってことは、絶対その場所に何かがいるからイライラしてくるんですよ。だから喧嘩が始まった時に必ず奥さん、旦那さんに言ってほしいんですよ。あなたちょっと待ってって言って、その場で携帯かなんかにメモする。そうそう、お前何やってんだよって必ず言われる。あなたね、私たち今喧嘩してるけども、なんで喧嘩してるか分かるって、ここに邪気がいるからなのよって。というか本当のこと言ってごめん、あなたが邪気って言ってほしいんだよ。これは本当の話ですよ。いるから始まるんです。じゃあどうしたらいいのか、徹底的に物を手放すってことですよ。だからそのモモンガのそのケージが汚いわけですよね。だからその汚いところに寄るんですよ、邪気は。汚いところ、異臭がするところ大好きなんですよ。だから昔の家っていうのは、家の中に水回りっていうのがなかったんですよ。トイレも台所もお風呂も家の中になかったんです。時代劇とか見るとわかるでしょ。家の外にあったんですよ。あれはなぜかというと、家の中に水回りを置くと家が汚れる、汚れると邪気が寄ってくる。だからもうこんなのはもう1200年前から言われてることなんですよ。日本に風水が入ったのは今から1200年前。この1200年前から、まあとあるね、霊能者の、霊能、あ、当時は、当時の天皇についていた、とある霊能者集団の一団がね、中国に渡り風水を学んで帰ってきたのが今から1200年前。そしてその風水によると、家の中に水回りを作ってはいけないということで、家の外に全部水回りを作っていたけれども、西洋建築が日本に入ってきて、トイレも、お風呂も、台所も全部家の中に置くようになってしまった。ということは、徹底的にきれいにしなければいけないのは水回りってことなんですよ。だからそのケージっていうのは非常に清潔にしておかないと、絶対にそこでバトルが始まるんですよ。はい、ぜひモモンガを話すことをお勧めしますけどもね。はい、だから本当に全てのことに意味があるってことを分かっておいてほしいわけですね。全てのことには絶対的に原因がある。この宇宙は因果の法則で回ってるわけです。この因果の法則というのは、原因があるから結果がある。だからその結果というのは、自らが原因を必ず作り出している。だから廊下で喧嘩が始まる、その結果という、喧嘩という結果は、そのモモンガが